はい、本日はですね、自分のオリジナルブランドの10月の売り上げを発表していきたいなというふうに思います。ということで、毎月こちら売り上げ発表させていただいてるんですけども、これ見てください。ずらーっといろんな自分の商品がどんどん増えてきてるんですよ。で、なんやったら僕今着てる服、全部自分の商品でございます。全部ですよ。全部ね、ピアスだけかな。ピアスはちょっと違うけども、あとネックレスとか T シャツとかフリースとかもそうだけど、で、このフリースがね、今月かな、出てるんかなと思うんですよ。届くのは来月だと思うんですけど、まあそんなんがあったりとか、あとまあ新作で後で言おうと思ってるけど、ここのマネキン着てるね、ナイロンジャケットとかも、最強ジャケットというのをね、作っていきたいなと思ってたりするんですけども、まあそんな話はまあまあいいとして、まずは売上発表からしていきたいなと思います。ではデータ見てもらいたいなと思います。ということで、はい、出ました、それではですね、10月の売上を発表したいと思います。687万6000円ということでね、皆さんいつも本当にありがとうございます。というのも、僕もとにかくこの自分のオリジナルブランドについては妥協してません。で、まあ、それに関してはコラムでいつもねお伝えしてるので、こんな妥協してません、これ諦めましたとかいっぱいあるんやけども、中途半端のもの作る気もさらさらないので、もう本気のもの作る、でもその代わり職人さんにも本気で頑張ってもらうっていうことでね。それで僕の視聴者さんってやっぱ本物を見る人ばっかりなんで、そういうロゴとかなんやとか見るんじゃなくて本質を見るっていうことなんで、僕は一切ロゴつけてません。どの服にもロゴつけてへんし、どの服にもつけるつもりもないっていうことなんでね、まあそうやってやらせていただいてるんですけども、本当に皆さんそのおかげでありがとうございます。で、引き続き順位の方ね行きたいなと思うんですけども、はい、ではね順位を見ていただこうと思うんですけども、順位がですね、今年中にできたらそのトップ10に入りたいですとは言ってたんですけども、先月は39位ということでね、ここ数ヶ月ちょっと非常に厳しいです。なかなかはっきり言ってそこから伸びてません。まあこのグラフ見てもらったら分かるんやけども、2022年の2月から考えたらすごい右肩上がりで伸びてきたんやけど、この辺り最近停滞しております。で、これは単純に売上の金額だけじゃなくて、そのリピーターでお客さんが買っていただいたりとかっていういろんな条件が整うらしいなんですよ。だから僕もちょっとはっきり分かってないんやけども、まあそれにしてもまあ39位ということで、はっきり言ってこのままじゃちょっと厳しいです。でね、10位目指すって言って、まあ、10位に入ったら何があんのって言われたら、特に別に何もないんですよ。表彰されたりとかすることもないんやけども、まあ、それによってね、どんだけ日本の国内の工場さんにお金払えるかっていう考えたら、やっぱ日本のトップ10までいったらね、相当払えるはずなんですよ。でね、支払い額もお伝えしたんやけどもね、まあ、僕のね、この大体1年間でどれだけ仕入れ高あったかっていう、まあ、仕入れでお支払い工場にしたかっていうとね、2342万2930円ということでね、これだけの額を工場さんに実際僕は払ってます。で、これは1年間で払った金額になってるんやけども、例えばこれがトップ10に入ってきたら、ほんまに桁がもう一個変わってきたりとかすると思うんでね、まあそうやって日本の工場さんとかに還元していきたいっていう思いはね、もうずっとブランド当初からあるんやけども、そんな風には思ってます。で、まあもちろん工場さんだけじゃなくて、買っていただいた方にも還元していきたいっていうことでね、まあ一番最後に言いますけども、ノベルティなんかもね、プレゼントしていきたいなという風に思います。このやっぱり僕も正直こんだけねブランドが成長していくと思ってへんかったから、やっぱりこんだけ成長していく過程でね、少しずつなんですけども、こう利益が出てきたりとかしたら、まあそれをしっかり分配していく、ノベルティとかでプレゼントしていったりとか、あとまあ工場さんにねどんどん発注かけていったりとかして、その利益をねどういう風にしたら、還元できるんかっていうのはね、常日頃考えておりますので、まあ、引き続きそんな感じでねやっていきたいなと思います。で、まあ、購入していただいた方のねお声っていうのも聞いていきたいなと思います。っていうのもこのレビューから新商品出ること結構あるんですよ。例えばこうちょっとこの取っ手が使いづらいですって言われたら、ボディバッグのちっちゃいのから台が出てきたりとかっていうのもそうやし、それ以外にもね、このフリースなんかもね、僕着てるフリースなんかもポーラテックのフリースって今どんどんなくなってきてるから、そういうの欲しいんですって言われて、それを元に作ったりとかしてるんでね、そういう皆さんのお声っていうのをただ単にね買ってもらってあいつだけじゃなくて、買ってもらいました、何に不満感じはったんかな、何を喜んでくれてるんかっていうのをね一緒に見ていきたいなと思います。まずですね、ネックレスですね。まあ僕もこれ今ネックレスつけてますけども、 YouTube 見てて欲しくなり、45センチと50センチ両方とも購入しましたということで、僕これ45なんですけども、比較的首細いんですよ。だから首周り確か37ぐらいまでしかないからね、45でこれぐらいのサイズ感ですね。で、50とかになったらもうちょっとこう大きくなっちゃうんですけどもね、動画内で細かく説明していて、で分かりやすかったですということで、ショップからの発送も迅速でとても良かったですということでね、ありがとうございます。これ嫁像発送しますからね、僕じゃないですけど嫁像です。で、ネックレスね、夏前に50センチを購入させてもらい着用してたんですけども、拓造さんの45センチ、まあこれを見てたらね45欲しくなって買いましたということで、45の方が綺麗に見えるので正解でしたということでね、あったりとか、あとパーカーですね、このフーディー、今年新色出てるフーディーあるんやけども、肉厚で重みがありながら柔らかい生地感で、過去に買ったパーカーにはない着用感でしたということで、僕これめちゃくちゃ
ンガン来てます。僕もこのベージュをずっと着てるんだけども、普段ねそんなことで、喜んでいただきました。で、これちょっと残念ですってお声ですね、ボディバッグ向きが固定されてしまうのはちょっと残念ということで、おそらく例えばこういうのってダブルジップやったら向き固定されへんから、それやったら解決できるなーなんていうふうにもね思ったりするし、でもまあ逆にダブルジップやったらジップでその使い方がちょっとあの一定方向じゃないから使いづらいっていうお声もあるかもしれんし、ちょっと分からへんけども、まあ、これにちょっと様子見ながら、また考えたいなと思います。でボディバッグの大サイズもね、黒とブラウンが売り切れやったんでキャメル唯一残ってたんで注文しましたと、以前拓斗さん動画でねキャメルは女性のプレゼント向きのカラーかなーとおっしゃってたんですけど、なんのなんの全然メンズでもいけるカラーだと思いますということを言っていただいてるんですけど、僕実際今現在キャメル使ってます。今まで小サイズ使ってたんですけど、次ね大サイズってどんなもんかなと思ってね、これ僕今キャメルこれ使ってるんですけども、まあ、この色味ですね、まあ、今みたいなこういうなんていうのシンプルな色味の格好をしてる時、モノトーンな時はこうやって1個上げてあげるとね、差し色になるんかなっていうことなんですけど、まあそうやって喜んでいただいてねよかったかなと思います。で、ホンガーボディワーク大ですね、これと一緒シンプルでめちゃくちゃ使いやすい、アークテリクス使ってたんですけど綺麗めな格好に合わないんですということでね、YouTube 見て購入決めましたということでありがとうございます。僕もまさにそうなんです、アークテリクス使っててアークテリクスいいんやけども、ちょっとマカ2とかマンティスのええんやけども、ちょっと綺麗めな格好する時ないなと思って、まあ、作ったんやけども、まあ、その用途でぴったりということでねよかったです。であとロンティーとかもねここ 2,3 個パパンってあの出しとくんですけども、今ちょっともうなくなっちゃってて、違う糸で今探しますのでね、お待ちくださいということであったりとか、あとパンツですね、この究極の黒パンってもう速攻で売り切れたやつなんやけども、これもね生地感も分厚すぎず薄すぎず絶妙でしたということで、これは一応8オンスで使ってます。だから10何オンスかなったりしたらもう夏履けないんですよ。だから一応全シーズン履けるようにアウトラストにして、まあ、8オンスで、作ったりしてて、まあ、とにかくこれに関してはシルエット、もう何回も作り直してシルエットを見たからめっちゃシルエットいいですねってよく言われるけども、これ普通に履くだけです。ウエストもゴムやからめちゃくちゃ楽なんやけども、普通に履いたらハマるようには、させていただいたということがあったりだとか、あとね T シャツのとこにあったんやけども、 T シャツを、T シャツホワイト、以前ホワイト注文してて気に入ってブラックも欲しくなって思い切り買いました。また黒パン予約しますので待ち遠しいですということで、 T シャツの話じゃなくて黒パンの話に変わってましたけどもね、そういった皆さんねあのほんまに喜んでいただいたりとか、これを例えば着てもらうことによってちょっとウキウキした気分になれるとかね、もう買い物行く時とかでもデート行く時とかでもちょっとこう、あいつもよりちょっとちゃんとしてるわとかいいもの着てるわって思ってもらってね、行けたらより楽しくなるんじゃないかなということで、素材にはまあまあいつもこだわってやってるんですけどね、そういったことになってます。でそれ以外にやったら、まあこの辺に出てる新作のね、ナイロンのブルゾン、これ春に出てくる予定だけども、そんなんがあったりとか、あとシャツですね、シワにならないデートで着るシャツ、これまあ黒やねんけど黒以外にも白とかも作ろうと思ってるので、これに関してはまあ春かな、2月3月ぐらいに作ろうかなと思って、そのためにねあの一応ちょっと夏のロケーションのシーン撮影したいから沖縄に行きます。そのために僕絞ってますけどもね、そんなんがあったりとか、あとね一回廃盤になったりしてるんやけども、それもね今回ちょっとこの11月後半から12月の下旬までちょっと限定で出そうかなと思ってるのがありまして、何かと申しますと、ピンバッジですね。でピンバッジが実はこれポップアップ限定でしかね作れてなかったんですよ。この例えばサウナとかね、僕のね、バイク SR とかね、あとキャンプモデルとかね、あとはまあ海モデルとかね、いろいろこうやって作ったんですけども、これ実は僕らが北海道に旅行行った時に北海道のお土産物屋さんでこうやって売ってたんですよ。こうやって札幌とかで売っててね、でこれめっちゃ可愛いやんと思ってここに問い合わせてね、あの作りたいっていうことで、僕のデザイナーにデザイン作ってもらって、もう SR とか僕しかないからね、だからこれはあのほんまに正規店っていうか、その普通のところで売ってるやつなんやけども、札幌とか普通に売ってるやつなんやけども、これ見ていいなと思って、作っていただいてるんですよ。でこれがねもともとね880円で売ってたんですけども、僕のバッジも全部これ880円です。だから分かりますよね、利益がないということでね、利益はないんやけども、まあこれ喜んでもらえるかもしれんなと思ってね、ポップアップ用で今回作ってたんやけども、現在ポップアップ今すぐにするつもりないんでね、まあ、この1ヶ月限定でちょっとあのバッジ出してみようかなとは思ってます。でそれ以外にももう1個ね、あの実は出してないやつがあったんやけど、これもちょっと少数量なんやけども限定でね出そうかなっていうのが、以前デニムのマウンテンパーカー作ったんやけど、これ予約してくれた人だけポーチをねプレゼントしてたんですよ。ただね今回あのポーチはね、まあ、有料にはなってしまうんやけども、このポーチねあのぜひ使いたいっていう方がもしいらっしゃればね、ちょっと数少ないんやけども一応出しておきます。もうなくなったらすぐ終わりにはしようかなと思ってるんですけども、そういったことでちょっと復刻というか復活というか、まあ、そんなんがありますのでね、また楽しみにしておいてくださいということと、あと帽子キャップもね2023年バージョンを今作っておりますので、また楽しみにしておいてくださいということなんですが、最初途中も言ったみたいにちょっとあのプレゼントというか、まあ、皆さんにね
ちょっとお礼も兼ねて、なんか返せたらいいなっていうことで、こういったカラビナをね作らせていただきました。これはジャパンメイドエア限定モデルになってるんですけども、これカラビナを作ってます。ジャパンメイドエアって入ってて、素材はねこういったこうマットな質感の素材なんですけども、これはあの先着300名の方にねお渡ししたいなと思って、まあ、今から購入していただいた方に、まあ、順番にもバーッと入れていきますので、ちょっと俺入ってないとか入ってなかったとかって言われたらもうないです。もうない、終わってしまったらもうないので、ある分だけね、まあ、ランダムじゃないんやけども先着順にバーッとこう入れていこうと思ってますので、これはね、まあ、僕からのプレゼントと思っていただければいいかなと思います。僕も実はこれ今つけてて、こうエアポッツここに絡めたりとかね、鍵入れつけたりとかしてるんですけども、そうやって使ってもらったらいいかなと思います。まあ、ただね、今までいっぱい買ってくれた人とかもいらっしゃるんですよね。でそういう方に向けて2023年にまたお礼も考えてますので、それはまた次楽しみにしてください。一旦今回はね、まあ、ノベルティーってその大したもんじゃないけど、カラビナね、今回のためだけに作りましたんで、デニムのマウンパ買ってくれた人には多分ついてることが多いと思いますけども、それ以外の方には一切あの渡してないので、まあ今日から注文していただいた方には一個一個とつけていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。まあ、あくまでこれは僕からのお礼ということなんでね、いつもありがとうございますと。で今回初めて買うよという方でもね、まあさっき言ってそこまでは分からへん、把握できへんから、まあ、とりあえず全員にね、先着順にバーって入れていこうと思ってますので、よろしくお願いします。では注意点があってね、バッジだけ買って808円だけ買ってはいくださいとかってちょっとやめてくださいね。バッジそもそもさっきも言ったけど、もう元の値段と同じ値段で出してるから、利益はもう全く取ってませんので、それでね、バッジ買ったからじゃあこれもカラビナもつけてねなんて言わないでください。もうとりあえずその辺はもう僕のこっちの判断で、よっしゃもう入れていこうっていう時は入れていくし、あーすいません、ちょっとバッチ1個2個じゃちょっと申し訳ないですっていう時もあったりするかもしれんけども、あくまでこれはもう気持ちなんで、確実についてるとかじゃなくて僕の気持ちとしてやってるだけなんでね、あついてきたらラッキーやなぐらいで思っていただければなということで、本日はですね、10月のオリジナルブランドの売り上げを発表してみたという動画になってます。またフェス動画でお会いしましょう。ありがとうございました。